はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは皆さんこちらです。チビドーラ、アビさんで火炎11になりました。火炎11、さらに威力が増すってことなんで、もともとね火炎が固定ダメージだったんですけど、それの威力がさらにアップ。そんなねチビドラさんを使って今回やっていこうと思います。まあ、火炎の火力で、まあ、特にね、まあ、ソロも強いですけどね、マルチも結構強いんじゃないかと。でベルドラが、まあ、これからね、あの前よりは減ると思うので、そうしましたらね、チビドラもさらに活躍できるのかなと予想してます。というわけで早速やっていきます。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではやっていきます。さて早速1戦目ですね。まあ、チビドラ基本的に、中型戦でも強いですね。まあ、かなり倒しづらいキャラなの で射程も長いので、チビドラを使いながら間にキャラを挟んであげて、で火炎で燃やしまくる。相手は火炎を強するのにすごいコストを使ってくれると、そういったキャラですね。しかしお相手がチビドラ、まさかのここ強いとこですね。イカだったかな確か。まあチビドラがいるんでイカは燃やせるんですけど、イカに対してミノガールが有効ではないので、そこだけどうしようかなといった具合。多分ユカリンがね大砲撃ってくれると思いますんで、自分剣装やましょうか。しかし飛んでいないが取れている、素晴らしい。さあここだけねどうしようかなっていった具合なんですが、どうしましょうかね。止まりましたね。うん、とりあえずここは止めたけど、止めたけど、けど、そう、あのペンギンが重いんですよね。ナイスペンギンだけど相手がうまく守っている。ナイスだが跳ね返しいない。よいしょ、とりあえず一回倒したいとこだが、どうだ。チビドラが来てますね。チビドラ強いですからね。ここ見逃しましょうか。間から綺麗に間を抜く見逃し、お相手も見逃し、なるほど。さあここね大事。さあお相手がイカを出してくると、このイカもねどうしようかなというところではあるんですけど、チビドラ切りま、あ、チビドラ切ると思ったら蹴られちゃった。チビドラ切りますとは一体何でしょうか、わかりませんが、あれですね、イカがイカじゃなくてなんだっけ、ケルベで出ちゃいましたね。まあ、そういうこともある。しょうがない。まあ、なんとかイカは倒している。で、ノームがね、頑張ってくれてはいるんですけど、やられそうかな?さすがに。あ、でも頑張ってますね。そしたら間キャラ挟んであげて、ノーム守ってあげましょうか。ここノームさえ守れれば全然熱いですね。おお、泣き、泣いたのはでかい。そこ泣くのはマジでかいな。で、チビドラの火炎で燃やしていくと。中型に対してもね、大ダメージ出していくんで、かなり強い。うわ、強いな、ノーム。リーダーノームなんでね、めちゃめちゃスキル打ちますね。今、このお相手がですね、タック1位のとこですね。タックランキング今1位。めちゃめちゃやってそうですね。朝も当たった気がするんで、ずっとやってんだろうな。すごいな。なんとか干渉。いや、ノーム我慢して正解したね。すごい、あの、相手のイカめんどくさかったんで、なんとか我慢してやっててくれたんで、倒していく。さあ、チビドラのね、いいところを見せられるように頑張りたいと思います。お相手がゼウスとレドラリーダーですね。ゼウス・レドラか。まあ、大型戦とか、チビドラって、まあ、サイズは中型サイズなんですけど、見た目がちっちゃいじゃないですか。これを結構うまく使えて、例えば大型を出して、大型のですね、あの、上側に切るんですよ、影に。そうすると、意外とチビドラ見えず、で、火炎とか撃ってるとき、あの、チビドラ見えてると、あ、火炎よくしようって剣士出されたり、スライム出されたりすると思うんですけど、うまく隠すと気づいたら減らされて、あ、チビドラいたのかよみたいなこともできる。これは結構熱いですね。ウカリがネズミ持ってくれてるらしいんで、ネズミに任せましょうか。これ取れそうですけどね、どうですかね。ナイスだけど壁がないというね、悲しい現状。困った。クロールが浮いたけど、クロールしかない。ナイスノーム。あ、偉い。最後、イカ出し出てないんじゃないかな、多分。これ、チビドラ浮いちゃうかな。あ、惜しいな、それ。
すいません、ちょっと、オフにしないんですよ、まだ。実はオフにできないっていう、悲しいね、お知らせがあります。これ、中段で変えますね。素晴らしい。で、とりでも気づいたい。この射程がいいんだよね。これでもロングで、これ、ビルド打っちゃおう。そしたらチビドラができてる。もう体力見えないで死にますけど、これでワンパンセントでも一応。チビドラはもう死にますけどね。さすがに。プロの範囲攻撃でも死んじゃうんで。これでも多分一発でも死んじゃないかな。あ、かなり燃やしてる燃やしてる燃やしてる。あ、いいねいいね。かなりいいんじゃないのこれ。いいね。ミノワ行っちゃいましょうか。まあ、ミノワ行ったところであれなんですけど。だ爆王子が、タゲるかな多分だけど。そこにチビドラ合わせてあげて、ミノワのダメージも入れて、このダブルコンボ。ネズミ剣士ナイス素晴らしすぎる。簡易置きはされてますが、ミノハの攻撃とチビドラの火力で押し切って、ちょっとこいつ嫌なんでね、ミドル取っちゃいましょうか。あ、もうそうだった、あんまり見ないけど取ってしまって、特殊部隊出していこうかな。で、お相手がマンドラ押し込んでましたね。それで取りたい、ナイス。ここにいたはず、マンドラ。あれ、あ、いたわ。横に出てきた。ナイス、オーバードル。オーバードルがぐずっていく。ドーン、素晴らしい。さすがに第一切りですね。さあ、爆落ちの火力出して。すいません。オフにできてないんですよね。気にしないでください。そういうこともあります。特殊部隊出していきます。特殊部隊がね、回復できるのもいいですね。今結構チビドラ頑張ったんじゃないですか。結構いいチビドラだったんじゃないでしょうか。さあ、爆落ちを出していく。マイマイを潰して、金マイマイ強いな。ラストが特殊部隊。あ、今までやられちゃった。ゆかにも前々金待ちだって干渉したいけど、キャラがいないんですよね。もう頑張れ頑張れ。ああ、そこでノックバックしちゃう。あんまり見ねえけど、干渉したいけどキャラがいないんですよ。もうあそこの砦いいから干渉遅れ。一応見る。惜しいっすね。しっかり守られたな。でもチビドラ頑張ったはず。うん、スライム引かれてましたけどね。レドラしっかりやりましたね。ナイス。はい、ちょっとですね、マッチング中に、お休みモードに変えました。なんで多分もう通知来ないと思います。さて、さて、さて、さて。お相手がナスとゾンビ。ヴィーナスはね、やり方次第では変えます。ただこれゾンビがきついですね、手札的に。ネズミ剣士はいると。距離でを削りたいな、まず。銃剣士でも置いとこうかな。爪打つなよ。魔法クだった。さあ、ここ削ってもらって、ネズミ剣士はいるので、ナイス。そしてカニがいるんでね、カニでウサギをしっかり押さえてくる。ウサギ対ウサギはカニがとても有効。そしてカマキリも持ってるんで、あそこら辺は全部回収できますね。できますが、問題はそこじゃなく、カンガルーがちょっと重い。けど、カマキリもいるし、チビドラもいるので、こういう時のチビドラがね、強いんですよ。さあ、一発目から火炎を打っていく。さあ、燃やしてけ燃やしてけ。もう、チビドラ両方とも出しちゃおう。チビドラ両方出しちゃおう。火炎火炎。そう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 。火炎打ちまくれ。それで死ね。死ねとか言っちゃった。相手プレイに行ったわけないんで。ヴィーナス死ね、倒しとけヴィーナス。あー、毒全部入っちゃう、まずいよ。毒入っちゃうと狩られちゃいますね。確か出てくるなら僕が、あー、最後に一発撃ってほしかったですが、撃ってはくれず。さあ、一発撃って裏切り、ナイス、オッケー。ただね、あのグズルのね、坊やにね、反応すると思いますんで、反応してもらいまして、ドーンのからのカーニョ、そしてミノガールで跳ね返しで、ミノガールの出番はなかったですが、まあいいでしょう。ネズミ剣士もどんどん取り出してみましょうか。あとワンパンなんでね。まあただもちろんのこと、マタンゴが、ギルが取っていく、ナイス。ギリギリのギルで取っていく。このスケがね、蘇ると思いますが。ただぐる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 間に剣士挟んであげる。あ、同じようになってるわ。ナイス。爆押し出し出してますね。ただね、上のね、あれがね、きついなって思ったんですけど、ユカリンが裏ベビーでしたわ。少ないですね。はい、で、ユカリンの裏ベビーに頑張ってもらいましょう。出てないですけどね。銃剣士置いて、カバーしてあげましょうか。さあ、トマホークでしっかり潰していくが、まさかのゾンビーム、いたの忘れていた。ユカリンがハーピーを召喚している。カヨンパを狙っていく。カヨンパ狙っているがどうでしょうか。さあ、一応カニは置いたが、どっか行った。
付け重ねられちゃってますね。うちのあの可愛いミノガールがやられちゃってますけど、ただゾンビはしっかり取れましたね。ユカリンが荒ぶる、銃剣士じゃねえ、なんだっけ、銃剣士みたいなやつ、ネズミ剣士ですね。そう、ネズミ剣士を出してる。で一応ね、あのこちらもうわお勝てぞ、ここ相手ここはできるのか、これどうだ、突破できんのかこれ。パーキー入っていく、ナイス、いいね、なんとかギリギリ。もう多分点差ですけどね、キャラがもういないので。マイマイの白舞強いな、防御力がとんでもない。なんとか勝利、チビドラがねヴィーナスをぶち殺しましたね。いい感じ。皆さんちょっと一部キャラのバランス調整が来ますって運営からの報告があったみたいです。グリフォンかな、やっぱりさすがにグリフォンですね。ちょっとぶっ壊れてました、完全に異常だった。あの前世紀のアラレルも多分強かったですね、グリフォンが。ただの30フルグリとかあったら全然違うんですけど、アビグリとかニジグリとかキングリとか、まあニジグリかな、本当にヤバかったんですよ。どうしようもない、大型に添えたら 100% 負けるみたいな、添えられた方が。このグリフォンがね多分加工されますね、今回のこのメンテのあれで。さてネズミ剣士を出されているがどうでしょうか。一応ビートル出して削っていきましょうか。このタイミングだと取れんじゃないワンちゃん。はい、ナイス、いい感じです。ナイススライム。ただねネズミ剣士がちょっと重いなって感じ。結構あチビドラがいるね。対空がちょっとないな、どうしようかなって感じだな。さあカタパルトはしっかり燃やしていこう。うーん痛い、困った。ノーマはナイスですが、キャラがね、あれいないんですよね、壁になるキャラが。チビドラマ出していきましょうか。一応替えの目していきましょうか。いないんですよねキャラが、こっちじゃないんですよね。一応見逃れ切りましょうか、ちょっとこれも重いんで。ノーマやられちゃいましたしね。多分ねお相手のねキャラにねヘッジホッグがいるんですよ。あ、こっちもヘッジホッグいるって。ナイスド発展なんだけど、そっち行ってほしいんじゃなくて、あっち行ってほしかったんですよね。ミノガールの方。あ、一応上やったのは偉いですね。さあ、あとは、この先だなぁ。どうしようかなぁ。一応ベビーはね、ビートルがいるんで。あー、ゆかりのゾンビ出した。あ、でもポカモン取ったからいいか。どうせ裏出しな、あのゾンビ。特殊部隊一応後ろから合わせてあげて、削るっちゃ削るんだけど、ただね、さすがにね、この数は厳しいですね。いや、重いな、マジで。よく倒したけどさ、重いんですよね。どうしましょうか、マジで。本当に重い。いやいやいや、恨み対処、カームずるいよ、それ。ナイスオークだけど。コストがないの、コストがないよりもなし。うーん間に合わない。ユカリンがいてっつった。お投げた、投げて。いやコングがね最近強いですよ、やたらコングマジ激推しキャラ、本当に今すごい強い。あの優先枠入れました、 D1 持ってないのに強くて。こいつは強えっつって、入れなきゃダメだと思って入れましたね。マジ強い今後。ナイスベイビー。サイクロン、めっちゃ引っ張られてないって言うけど、ベビーも体強いですよね実際。チビフォア飛んじゃえ。そうこれね、チビフォアも飛んだらもう無敵だからな、ほぼ。残念、対空はなかったね。さあ再戦します。勝ちましょう。まずとりあえず対空を引きたい。でバルキリーにミノができれば使いたいけど、どうかな。でチビドラが、まあ、そもそも相手のベビー刺さってるんで、うん、そこもちょっと重いんですけど、ナメコは引きましたね。ナメコケルベマタンゴ、ベビーはチビドラ狩られちゃう可能性はありますが、見れないことはないですね。ヌボも2体切って砦が欲しい。
バルキにナメコを切りたいが、ユカリンが体育を持ってるかどうかですね、まずは。ここは体育を打ってもらって。ビビリぐらいか。取られていく。まあ、取られはしましたが、これとりあえずマタンゴですね。まずは。とりあえずここは見ていく。チビドラ校長かな。ここからチビドラを置いて、圧かけていこうかな。で、ここマタンゴを置いてあげて、上を軽く見る。オッケーオッケー、ナイス。いい感じ。悪くないですね。これでチビドラで見れてるので、火炎もしっかり出してますね。悪くない。あとは砦が取られたくないなといったところではありますが、ここ見逃行きたいな、できれば。ちょっとコスト重いですが、なんとかマタンゴギリギリ切って、壁は大きく切った。で、チビグルを切ってくれてるので、これでね、やつをやれればいいですね。で、砦も取れる。素晴らしい。これで、第2砦は安泰と。で、バルキリも1体落としていく。いい感じですね。ノームがまだできてるんで、まあ、ノームも死にますが、結構頑張ってくれてますね、ノームさん。上はケルベで見ましょうか、さすがにね。あとは、このね、こいつをどうするか。まあ、来ますよね、と。当たり前なのに。噛みついてくれない。まあ、ここはね、僕で見ましょう。倒してそのまま飛んでいってくれるんで。チビドラ全部使いましたね。あとは取り手が、お、取り手いく。ナイス。相手もコスなさそうだな。じゃ、ハーティーがちょっと嫌なんで、僕も添えてあげましょうか。で、これで身の回り回復できれば美味しいですね。来た。やっとナメコを出すタイミングだけど、ナイス、チビブル。相手が前線できてくれたからありがたいですね。おかげさまで、チビブルが、しっかり倒してきてくれる。一応ね、バルキリーね、チビブル体勢持ってるんですよ。知らないでしょ、みんな。持ってるんですよ。で、あんま食らわないんですよね。もちろん、その、タイマンとかしたら、バルキリー側が、負けますけど、実は持ってるっていう。ナイス。いいリベンジですね。対空引けたのが良かった、本当に。対空引けて、チビブルがね、うまく刺さったんで、良かったですね。さあ、お相手も再戦。そう、再戦やっていきましょうか。とりあえずね、ベビーが重いわ、マジで。ビートル引きたい。ビートル引ければ、チビドラにベビー出されても、カットできるじゃないですか。お、相手のキャラがケルベに変わったな。バルキリーからケルベに変更。あ、それの方がありがたいですね、実際のところ。ただ、ケルベはありがたいっちゃありがたいんですが、ケルベアンチがいないところが気になるところ。で、お相手がミノガとゴレか。バルキリーがいない分ね、トロールが刺さるんで、トロール頑張っていけたらいいですね。お相手はサイを持っていると。おっと、バイクが全く刺さってない。大丈夫かこれは。取られている。一応、あられの、ガチャガチャ攻撃入ったんで。悪くないです。さあ、ノームを一発目、まず出していく。素晴らしい。で、スライムを出していく。まあ、ゴブリン一応ね、強いんで、剣士で火力添えてあげましょうか。さすがにね。で、ここは、さすがに強いんで、ケルベロスで。ナイス、スライム、素晴らしい。ここでスライムでカバーできるのでかいですね。さあ、ここ見逃しましょうか。あ、やばい。それはやばい。間に合わず。ノームが頑張ってくれてはいるんですが、これはあられを切っていきたい。あ、でもいいダメージ入ってんな。あ、コントロール。よし。ナイスナイス。悪くない。流れ悪くないですね。これを取れるかどうかだけだとは。ブーメランで倒してはいく。オッケーオッケー。で、やつさえ倒せれば、全然あるんですよ。で、チビドラ出して、多分押さえてきますよね。したら、ここバルキリ。守りながら、こいつも全部、消滅させたい。スライムもね、まとめてかれるんで。オッケー、いい感じ。で、おにんこね。あれ、うわぁ、あ、ナイス。ちょこねてくれるのマジ助かるな。ここからもチビドラ強いんじゃない？多分だけど。あ、でもこれ死ぬな。バルキリは。あ、火炎のずらされたのマジ痛い。ナイス、チビフォア。一回で剣士を置いてあげて、ユカリンの剣士ずれてますね。はい、で、それで取っていく。ナイス。裏多分止まってないんだよね。おる。あー、そこな。大事だよ、そこ。本当に。でも、チビドラが止まってないですよ、実は。まだ残ってる。あ、これいけるいける。金窓を燃やしてもらって。
キマドもやせ、射程勝ってるんで、一方的。ナイスナイス、相手コースない。こういう時に、間にキャラ挟んであげて、チビドラ守ってあげると。まあ、守るって言うても、チビドラもタイマン強いんであれなんですけど、ああ、飛ばれちゃいましたね。さあ、いい感じ。これ、干渉できるんじゃないの？ナイスだね。いい感じ、いい感じ。なんとか、相手のベビーを処理できて。続くられたもんね、ちょっとあーってなったけど。なんとかなりましたね。うん、いい感じだ。チビドラ強い。強いね。頑張ってるね。ベビーリーダー、やっぱさすがに重いですけど、重いけど、ベビーも3体なんで、そこをうまくかいくぐれれば、頑張れますね。さあ、ラスト行きましょうか、ラスト。ラスト。チビドラの火炎を。火炎で燃やしまくれる相手が出てきてほしい。さあ、お相手もチビドラ。で、蜂がチビドラアンチなんですよね。そこをしっかり守ってあげたい。ささすがに攻撃されると痛いですね。しかもリーダーなんで。で、こちらもスライム持ってるんで、相手のチビドラのね、火炎は避けましょう。頑張って。だから火炎避け用と、蜂回避用でスライムを置きたいですね。さあ、大砲撃ちましょうか。ラビット持ってるそうなんで。バイクを持っている、撃たないです。取ったらば、取ったら、なんだかあいつ、小玉かな？あ、ねえわ。取ってねえわ、まず。あ、小玉リを出したけど、スライム、とっさま、あれで、結構近くに出しちゃいましたが、まあいいでしょう。スライム、こっちも間挟んであげて。あ、惜しい。あ、ただ強い。強い強い。なんかいろいろ強いわ。火炎よけが成立している。ナイスノーム。いいよ。あ、いいですね。こうかな。復活で。神。完璧。スタン食らってますが大丈夫。そこで出てくるのがレッドラガール。だが大丈夫。ナイス、その避け方。素晴らしい。完璧っすね、これ。マジで完璧。大玉出されてしまいますが、前田ウォークも挟んであげて。なるべく見逃が痛くないんですよね。そう、一応ね、チビドラっていう手もあるんですけど、チビドラ出すまでもなかったと思うので、これしっかり火炎を消してあげて、チビドラ上に切ろうかな、逆に。で、これでキラーリー来る可能性もあるんですけど、これでバルキリー見てくれるんで、で、そっちにね、2個作ってくれれば、熱い。もうチビドラの活躍場面があんまないんで。で、スライムよりチビドラもこのラインにいるので、OK、忍びてる。一応。ナイスだね。素晴らしい。で、こっからチビ出すね。うわ、強いよ、マジで。で、火炎で燃やしていく。あー、さすがにやられちゃうか。でも、向こうも何とか倒しきって。さあ、5分倍も吹き飛ばし。で、ベビーを流していくと。このベビーマジで重いっすよ、相手。相当重いはず。これで、あられが吹き飛ばし取る。ナイス。さあ、火炎じゃねえよ。なんだっけ、あれ。ぐずりだ、ぐずり。で、ここからデイビルのね、ニジバッチさんがいるんで、ボコボコにしましょう。いけるいける。子供も一応流しておこう。念のために。念のために。火炎を出しておきましょうか。ナイス。いいですね。さあ、いいダメージ。さあ、取っていく。強いヘッジホック。もう相手キャラいなそうですね、これ。さあ、デビルの虹橋どんどん出していこうか。うわー、キラビサク出しに押し返されて、しかも即死を撃たれていく。はい、はしませんが。デビル出していけ。なんかオークとかぞ。オークはいらんけど。一応出すか。でかく私。さあ、落城したいところ、チビドラの火炎が、うなる。チビドラの火炎がうなる。あとは剣士置くだけ。さあ、落城。ナイス。いいっすね。いい感じ、いい感じ。かなりコスト勝ちできたのが良かったっすね。バルに大砲は打ちましたけど、ノームがね、スキル連発しまくったんで、バルの大砲多分3発しか打ってないっすね。いい感じ。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。今回やっていったのはチビドラ。スキル11ですね。10と11の差、多分正直誤差だと思います。あんまわかんないっす。わかんないですけど、まあ、チビドラのアビ自体が結構強い。うん、強いですね。で、アビじゃなくても強いですよ、チビドラは。アビだと、3コストになって、さらにスキル発動率がアップかな。うん。アビもね、すごい強いんですけど、まあ、アビじゃなくてもかなり強い。おすすめのキャラ。4コスト7だったら多分一番使いやすいんじゃないかな、攻めだったら。攻めで一番使いやすいのがチビドラ。守りで一番使いやすいのが、チビブルかな。チビブルかクレフラ。まあ、クレフラ一体なんでチビブルかな。うん。って感じですかね。はい、というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。